Salud, viejunes. Hoy volvemos a una zona muy especial. Hoy volvemos a ser yakuzas. Hoy volvemos a Kamurocho. Hoy volvemos a la saga Yakuza. Con una segunda parte que fue muy buena, que mejoró lo súper bueno que fue ya el propio Yakuza 1. Estamos en el baúl de juegos de PlayStation 2. Bienvenidos a Yakuza 2. Podéis encontrarlo, obviamente, en PlayStation 2 y también actualmente en Xbox, en PC y en PlayStation como Yakuza Kiwami 2. Un título que no podéis dejar de jugar y debéis de jugar porque tiene, en fin, tiene una pinta enorme. Sin más, os dejamos con la jugabilidad de este grandiosísimo Yakuza 2. Adelante.
내가죽어도조직은그대로야동감해子供たの安心しろ。俺は奴らとは関係ねえんだ。こっから逃げるんだ。その子を渡せ。여기오지마。ロハンで얘기하죠。やめろ。말해。이상태죽어。何の罪もねえ子。死なせちゃいけねえだろ。声で騒ぎやがって、そんなことで俺たちがビビるとでも思ってんのか。待て、てめえらだろ。この辺りの店荒らし回ってる中国系のチンピラっての。してるのなら話が早い。店の金全部出せ。てめえらに渡す金なんかねえ。力ずくで奪うんだ。俺を倒してからにしな。度胸ある日本人ね。てめえらよそもんにこの町を好き勝手させるわけにはいかねえんだよ。さすが店長、すごいっすね。物騒になってきやがった。また1年前のようなとんでもない事件が起きるんすかね。そうなってもらいたくねえんだが、キリュウさんがいてくれりゃ。おやさん、スターダストの前で揉め事があったそうです。相手は関西もんか。いや、立ち悪い外国人だそうです。そうか。若いもんに様子見させますか。放っておけ。しかし近頃わけのわからん連中が。放っておけと言ってんだろ。はい。何が発端で戦争の火種になるかわからねえんだ。
関西は本気で関東進出を。近江四天王の一人だった寺田がこっちのトップになったんだ。向こうからすれば面白くはねえ。下手すりゃ東と西の全面戦争になるかもしれんが、今はその時期じゃねえ。若いやつにきつく言っておけ。勝手に跳ねるんじゃねえとな。はい。こっちから仕掛けるか、待ち受けるか。桐生、お前ならどうする？あれから二十数年、俺たちはこの時を待ってた。わしにはあんたらの過去などどうでもいい。早いとこ派手にドカンと花火打ち上げてくださいや。そう焦るな。これは闇に葬られた仲間の恨みなんだ。俺たちは待っていたんだ。復讐の時をただひたすら待っていたんだ。そないなこと知ったこっちゃないわ。余計なおしゃべりしとって盗み聞きされたりしてありませんでしょうな。問題ない。私はこの道のプロだ。盗聴することはあってもされることはない。まあいい、これだけは言うとくが、わしとあんたらは仲間やない。カムロ町を日の海にする目的が一緒なだけ。ことが終わったら赤の他人分かっとるな。ああ、まあ期待していてくれ。火の海にするだけじゃ物足りない。それだけじゃ無駄死にしていった連中は浮かばれやしない。許してくれカズマ。お前の親殺したのは俺なんだ。一夜でもいい、一目でもいいから、もう一回カズマに会いたかった。その夢が叶ったの。こんな奴に好きにさせてたまるかよ。最後のけじめくらい俺につけさせろや。やめろ、やめるぞ錦！錦！夢か。どうしたの？怖い顔して。なんだ、あるかか。どこ行ってたんだ？どうした、その花束。お墓参りに行くって言ってたでしょ。ああ、そうだったな。おじさん、お腹すいた？すぐに朝ごはん作るね。ああ、俺も手伝うよ。いいって、私一人でできるから。この一年で上達したんだからね。そうだったな。1年前、俺は
ここからはわし一人で。しかし関西の連中に待ち伏せされていたら。ここは人の魂が安らかに眠っとるところや。そこを血で染めるような下品な真似はせんやろ。しかし柏木の頭から保護に抜かりはないようにと言われておりますので。一人で差しで話をしたいもんがおるんや。お前らいつでも道具は抜けるようにしとけ。はい。お母さん、はるか買い物に行ったりご飯作ったり、キリュウのおじさんと楽しくやってるから安心してね。おやすさん、どうして自分だけが残っちまったんでしょうか。しかし仇となった今は遥かを立派に育て上げるつもりです。四代目寺田、お久しぶりです。一人で来るとは不用心だな。若いもんは向こうで待たせてあります。どうしても四代目にだけはお話ししておきたいことがありまして。四代目はよしてくれ。俺はもう仇だ。で、何の話だ。実は近江連合の郷田会長と杯を交わそうと思っております。杯？近江連合との全面戦争を避けるにはもはやそれしか方法が。そこまで東城会は追い詰められているのか。1年前のあの事件で東城会の内部はガタガタです。戦争となればまた多くの血が流れ、東城会は近江連合に乗っ取られてしまいます。それだけは何とか避けたいと。お前と郷田会長では格が違う。向こうがその話を飲むとは思えんがな。十二分に承知しておりますが、しかし寺田、東城会の五代目はお前だ。仇の俺が口を挟むことじゃねえ。先代なら東城会のこの危機をどう乗り越えるか、ご意見をお聞かせください。先代。いただきに来たんや。関西の送り込んできた鉄砲玉か。東城会のボディーガードは脇が甘いですな。うちの組員たちを。あとは穴掘って埋めるだけですわ。なんやと。ここは墓地や。運ぶ手間省けてえっとちゃいますか。あるかと逃げてくれ。しかしその体に東城会の未来がかかってんだ。俺が相手になってやる。お前らに極道の礼儀ってもんを教えてやるぜ。Oh yeah!
スリー許さねえ。ファイヤー、うん、ファイヤー、スリー許さねえ。大丈夫か？かすり傷ですわ。死ね！桐生さんとでは器が違う。登場会の明日を思えばこれで永遠です。これを頼みました。寺田、残念ですが、病院についてみないと分かりませんが、おそらく出血多量が原因かと。私しばらく